へいよーケンツムッシー。実際今日もね、これやっていくんですけども、皆さん、ちょっと俺ね、マジで気になることがあって、試したいんですけど、ラババル？これマジで出すだけ切ないっすか？なんかやっとって思うよ。対戦相手さ、絶対ラバ出してバルーン出してくんじゃん。マジでこれラババルーンってさ、出すだけで勝てるんじゃねって俺思うから試すんですけど、これがですね、前シーズン、急激にトロフィーが上がってたラバルーンのデッキで、まあ、これ使っていこうと思います。はい、ということでやっていきます。いや、マジで初手ラバ出して、バルーン出せば勝ちでしょ。なんならバルーン出してからラバでも勝ち？それは嘘だね。いや、マジで、せこいと思うんだよ、俺、ラバって。なぜなら、デッキがわかんない。まあ、これはババで、ショスじゃないですか。え、マジでさ、もうこれ多分出すだけで勝てるわ、ホグなんて。なんだい、デッキ。中身なんだろう。26ね。これもだってラバ出して、多分バルーンで勝ちですね、これね。これガゴで許容して、はい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 。もうガゴ許容で GG ですよ。この多分バルーンもこれ出すだけ。え、いけーっつってね。大砲なんかワンパンできんくなったみたいな都市伝説聞いたけど、これ多分ディガーこっち側やっといて、マスケちゃんのターゲット取っとくでしょ？クソいい防衛してくるやん。やばない。なんで？ディガーマスケに出しとけばよかったか？え、めちゃめちゃいい防衛されてるんですけど、ガゴムレ出す。はい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 。これはいいぞ。これスケか？アイスピか？ここで、アイスピ。なるほど。これでも、もう一回ラバか。切ない。ラバ出して、じゃ、26に負けんのマジでやばいと思う。ガゴー。はいはいはい。オッケー、ここで5を使ってこないの美味しいな。さあ、ここ絶対、へし折りに行きたい。意外と逆サイか？いや、まあ、バールーン出して、どうせ大砲来る。これこっちだな。で、ザップ使って、いや、なんか相手の防衛うまくねえか。でも5を使ったらもう勝ちだよな、多分。いや、お、思いっきりフェイクかけられたんだけど、どうするみんな。重くそフェイクかけられたんだけど。アイゴレにババ出しちゃった。はい、ここに5来る？来た。さあ、こっからですよ。ここで、こうするんですよ。で、ここ潰しに行くと。嫌な目も使ってあげて、処理。で、これはいいんじゃない？神、出すだけや。左、左、左。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。よいしょー。まあ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 。まあまあまあ、出すだけじゃないですか、割と。両サイドに出すだけでしたね、今の。いや、もっとね、影に行けると。いや、てか、意外と相手守りまない。マジでラバルってさ、なんでこんな相手が使ったら強いんだろうな。このデッキとかさ、見た瞬間さ、これでトロバカ狩りしてるの見てさ、え、出すだけじゃねってマジで思ったんだよね。まあ、実際違うかもしんないけど、とはいえ、いや、ホグ2弦は美味しいけど完封できない。相手圧着いか？もうさ、行っていいみたいなとこない？しかもガゴでちょっとルート強制チックなことしといて、全然できてない。なんなら、一番やばい受けまでした。やーべえ。ガチでやべえ。まあ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 、これでいきますか。ガゴムレが出ない。出た出た。ちょっと待てよ。今のバルーンマジでやったな。ちょ、ラバルを組も。ラバル組も。これクエイコークだから多分相当相性いいでしょう。いや、クエイコーが相手こそマジ出すだけだ気するんだけどな。てか相手のタワースキンめっちゃかっこよくね。ラバじゃん。さ
さ、これ逆サイだな、多分。逆サイ出して、うわー、このナイトがうめえんだよな。このナイトうまいんよね。これ、だって、しゃあないもんな。さあ。ガゴも出して、ディガ。ああ、でもこれ、相手バカきつそう。なあ、普通に出すだけだ、これ。これはさすがに、ねえ、出すだけですよ。いいホグだけど、ワンチャンちょっと無視してもいいんじゃねえかなと思ったぐらい。さあ、これ今度左に持ってかないといけないからな。分かったことがあるんだけど、ガゴムレがめちゃめちゃ強い。アチャクイに対して。ガゴで処理して、これ相手ガゴムレにハゲてそうやな。バルーン出して、もうここまでいっちゃうもん。はいはいはい。多分ここまでいっちゃう。ザップも使って、え、普通に負けるみたいなとこある？さすがによな。さすがにでしょ。さあ。相手落としきるか。グッドゲームといったところですね。いやー、ラバル楽しくね？さては。しかも、割と環境的にもハマってそうなんだよな。初手ラバが本当に強くて、ラバ出すと、デッキわかんないよ。ラバホリなのか、ラバルなのか、ラバインドなのか、ラバスケドラなのかわかんなくて。ってなるので、強いんですよね。しかも今シーズンラバハウンドレベルブースト期間なんで、ありなんじゃないかなと思ってます。これってさ、どうしようもないよね、やること。ガゴ出しとく？見たことないけど、こんな立ち回り。ここでバルーンめっちゃ欲しいよな。さあ、ガゴムレ出して、ファイボで美味しく持ってきたいだろうな、相手からすると。さあ、ここでバルーン出しても微妙な気がするんですよ。なので、はいはい、ディガーで嫌がらせ。ザップも使って飛ばしちゃう。さあ、めちゃめちゃいい攻めをしていった。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。あ、ラバル楽しいな。このデッキさては強いぞ。これもう、無視して、左。ラバルで行くか。うん、これそうだね。これもうラバルで行きましょう。右側に形組んで、もう上げます、そんな。左のタワー。ただ、相手、これクロス寄せてんの上手くて、ここら辺にね、テスラ来るとね、寄るんだよね、向こうまで。どうしようかな。とりあえず、ルート強制のバルーン出して、さあ、ファイモまで使ってくるか。使ってこない。使ってきた。ただバルーンが入る。うわ、この2発強いな、今の。ラバルのさ、ラバルのバルーンはさ、強化説ない？なんか、雰囲気。ラバルのバルーンってさ、割と入るじゃん。強化説ないかな。さあ、ファイボ来たら終わりだけど。これは大丈夫。オッケー。さあ、クロスが来る。これどうしような。さあ、これなんとか処理しつつ、いや、どうしよう。はい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 、怪しいな。ババがいい感じに分離して、これでターゲットチェンジ。バルーン入る。
もう一発？あ、いける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 。よいしょ。あれ強くね？このデッキマジで。え、気持ちよすぎて3試合で終わるところもう1試合いっちゃうんだけど。ラバルありだな。楽しいし、やっぱなんかすげえ使ってて楽ですね。あ、これもう初手ラバの、もうこれ手札します。はい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 。もう左に出して、相手わかんねえ、これ。ババが入ったのか、ガゴムレが入ったのか。まあ、これ、ババで守っときますか。はい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 。これ、ガゴムレの方がよかったかな。はい。バルーン出すか。これ、逆サイにバルーンだったかな。うわぁ、逆サイにバルーンだったくせえな、これな。逆サイバルーンだったらこんなに綺麗に処理はされなかったもんね。いやーちょっと苦しいか。まあ、ガゴが強い。いやーいい攻めされるな。いやバチ食らったわ。天罰食らったみんな。ということで以上ここで終わろうと思います。